はいどうもバタデン2100です。今回も改造プラレールを紹介します。今回はこちら681系白鷺です。まあこちらは帯貼っただけのね簡単な改造です。でこの681系白鷺は去年の北陸新幹線開業で余ったスノーラビットとホワイトウィングですね、この2つ種類がこの白鷺に転用されて、で白鷺で使っていた683系2000番台が289系として黒潮とかコウノトリとかああいうのに使われるようになりました。なんでまあ割と最近にね登場した 車両です。でこのね青とオレンジのこれ多分 JR 東海乗り入れ先の JR 東海をイメージしたんだろうけど、このねオレンジ色の線が入ってちょっとかっこいいですよね。まあ、パッと見サンダーバードと同じですけどね、ただやっぱこういうちょっとした違いがあっていいですね。681系ももう絶版になったんでね、今でももしかしたら在庫ある店とかあると思うんで、もし見かけたら買った方がいいと思います。これはで今月発売予定の683系がなんかトラブルがあったのか知らないですけど、東京おもちゃショーの展示にもなくて公式サイトのところからも消えてたんですよね。なんで683系のねプラレール欲しかったんで、どうなるのかな。はい、まあそれは置いといて、中間車で、中間車はもともとここにサンダーバードの方ここがあったんですけど、それはちゃんと入ってます。まあ実物の白鷺とかの別にロゴが入ってるわけでもなく、この状態でかっこいいね。はい、最後に後尾車、正面から見たらまあ同じですけど、こうやって見たらやっぱこのオレンジがアクセントとなっていいですね。これでまあこっちが連結もできます。いやーいいね、かっこいい。ほんとシール貼っただけでねできるいい改造ですね。これはじゃあね最後にちょっと走らせて終わりたいと思います。はい、というわけで今回はこちらの改造プラレール681系白鷺を紹介しました。それではさようなら。